どうもスポーツ応援ブログのオカピです。今回は中国地区の各都道府県ごとの強豪校を紹介していきたいと思います。中国地方は広島、岡山、鳥取、島根、山口県の5県から構成されています。甲子園では春夏通じて15回の全国優勝を誇っていますが、そのほとんどは広島県勢が占めており、島根、鳥取は春夏通じて優勝はありません。広島県は中国南部に位置している人口285万人の中国最多人口を誇るの都道府県です。甲子園では春5回、夏7回の全国優勝を誇っており、7度の全国優勝を誇る広島商業をはじめ、3度の全国優勝の広陵など強豪校が多くいます。それでは早速強豪校を紹介しています。まず第一勢力には広陵、広島新庄、広島商業が挙げられ、第二勢力は尾道商業、市立呉、瀬戸内、紅葉東が、第三勢力に除水館、広島工大校、広島工業、総督、西条農業が挙げられます。広陵は春の選抜24回、夏の甲子園に23回、うち全国優勝3度を誇る広島県を代表する強豪校です。また多くのプロ野球選手を輩出しており、現役選手だけでも巨人の小林選手や広島の野村投手をはじめ15人、 OB を合わせると50人を超える名門校です。広島商業は春の選抜21回、夏の甲子園に23回、うち全国優勝7度を誇る高校野球ファンおなじみの高校です。ここ近年は低迷が続いていましたが、2019年に15年ぶりに広島県大会を制し、古豪復活をアピールしました。岡山県は中国南東部に位置している人口190万人の都道府県です。甲子園では春1回の岡山東商業の全国優勝のみで、岡山理科が準優勝に輝いたりしてますが、まだ夏の甲子園での優勝は届いていません。それでは早速強豪校を紹介しています。まず第一勢力は創志学園、倉敷商業、岡山学芸館、岡山山陽が挙げられ、それに続く第二勢力は倉敷工業、玉野興南、岡山東商業、関西、岡山理科大学附属、玉島商業が続き、第三勢力には就実、金光学園、興城館が挙げられます。倉敷商業は岡山県の野球部で最も部員の多い強豪校です。ここ4大会は創志学園と岡山県大会で壮絶な戦いを繰り広げており、今後この2校の争いからは目が離せません。県山口県は中国西部に位置している人口140万人の都道府県です。甲子園では春1回、夏1回の全国優勝を誇っていますが、どちらも60年以上前で、近年は全国の壁に苦戦を強いられています。それでは早速強豪校を紹介していきます。山口県の強豪校は、第一勢力に下関国際、宇部工場、高川学園が挙げられ、それに続く第二勢力は最強、宇部工業、岩国商業、宇部商業、山口桜ヶ丘が挙げられ、第三勢力には南洋工業、柳井学園、豊浦、光、早友が挙げられます。下関国際は現在の山口県の高校野球を大いに盛り上げている強豪校です。甲子園出場回数は計3回と少ないものの、100回大会ではベスト8まで上り詰め、日大三高と死闘を繰り広げました。鳥取県は中国北東部に位置している人口57万人の中国最小人口の都道府県です。甲子園では春夏ともに全国優勝の経験はなく、全国の壁に苦戦を強いられています。それでは早速強豪校を紹介していきます。鳥取県の強豪校は、第一勢力には鳥取城北、米子東、米子松蔭が、続く第二勢力には鳥取商業、境、倉吉東、鳥取西、倉吉総山、第三勢力には米子北、八頭、鳥取中央育英、倉吉北が続きます。米子東高校は山陰勢で唯一甲子園の決勝進出の実績がある野球の強い伝統校です。また県内屈指の進学校であることも知られており、本物の文武両道を実現している高校であると言えます。
島根県は中国北西部に位置している人口69万人の中国最多人口を誇るの都道府県です。甲子園では春夏ともに全国優勝の経験はなく、全国の壁に苦戦を強いられています。それでは早速強豪校を紹介しています。まず第一勢力には岩道水管、立正大学湘南、増田東、海星、大社が挙げられ、第二勢力は八上、平田、出雲西、浜田、水戸屋が挙げられます。海星高校は1993年の甲子園初出場から25年間で13回も甲子園に出場している強豪校です。ここ近年は野々村監督が退いた以降苦戦を強いられていますが、2020年に監督復活したことで今後の復活が期待されます。いかがだったでしょうか。今回は中国地区の強豪校を紹介していきました。